おはようございます。暑いね。暑いです。セミが鳴いてるもん。はい。暑い。あの暑いと寒いどっちが好き？絶対寒いです。寒い派。絶対寒い派です。はい。ああ、どっちも嫌やな。寒いのって切れるじゃないですか。うんうんうん、夏いの、あ、夏いじゃない。夏いじゃない。夏いに。はい。もう今みたいなね、この夏い日は脱いでも限界来るでしょ。そうやな。はい。ゼロなんで、うん、最終が、まあ、俺も寒いのが、どっちか言ったらなんかマシ、うん、あ、うん、ね、寒い言うても、まあ日本の寒さやからな。いやいや、南極とか北極とか、いや、そんなマイナス何十度そんなの。マイナス何十度、氷の世界って耐えられへんで、まあ、だって、いやいや、あの業務用冷蔵庫入っても寒いもん。いや、まあそうですね、それは寒いです、ね、いや、日本の話してるからね、はい、そうですよ、うん、暑いもでももうとことんまでありますからね、灼熱までありますからね、まあ、まあ50度とかな、50、はい、うん、そんな砂漠行ったらそうや、それこそ、うん、もう死ぬか、進化するかな、そういうとこで生きたら何年生きんねん、進化するまで死ぬんかな、やっぱりでも大事な部分失っていくんちゃいます、どんどんどういうこと？もう分からないですけど、極端なところで生きてたら、なんかね、いいよ、なんか昔から言うじゃないですか、東北の方は口があんまり開かんように喋るとか、なんかだから、寒いからな、ちょっとずつそういう人間の大事な部分が暑すぎる寒すぎるのところはなんのちゃうかなと。あ、順応してくね。はいはいはい、はい、どうなんやろね、うん、暑い。なんか寒いところってほらなんかこうね、みんなお肌綺麗とか言うしね。なあ、それは理にかなってるんじゃん。秋田美人の、ね、あれ秋田美人言うけど、あれ嘘やけどな。そうか、そうですか。うちのおかん秋田出身やから。あ、そうなんや。全然美人ちゃうで。いや、美人ちゃう。それはだからその、うん、淡路島とか関西の方に来た時に退化していったんじゃないですか。絶対に、お前敵作ったね、今。これあかんわ、これあかんわ。お前、よう言うわ、そのこと。すいません、淡路島へ退化した。いや、違う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 、そう違う、そういうわけ。元気さんのお母様の場合はっていう、ごめんなさい、ちょっと間違えました。それもおかしいやろ。それもあかんわ、それもあかんわ。ほんなら、他から淡路島に移住者退化すんの。違う違う違う。ほら、逆に淡路島から本土に入った進化する。進化するんじゃない。いや、そんなことない。場所に変わるや。ちょっとずつね、なんかもしかしたらそんなすごいな、めちゃくちゃ面白いな、それな。知らんで。俺知り合い、これ見てるからな。あ、もうめっちゃ怖い。淡路島行かれへんわ。行けないですね。あかんわ、淡路島。え、ジャスミンさんは好きはどっちなんですか、暑い寒いやったら。うん、暑いかな。暑い方がいいんですか。うん、夏ですね。夏の方が、なんかもうこう、いっぱい着込まなあかんでしょ、冬は。はいはい、めんどくさいやん。いや、その着込むのがまたおかしい。俺着込まへんもん。どうすんの。だからな、耐えるんですか。じゃあ慣れてくんねん。あ、だから進化すんねん。はいはいはい、寒いのは、うん、いや、ほんま T シャツ一枚とダウンだけで俺冬過ごすからな、うん、ちょっとでも、確かに慣れてきますよね。我慢もできるようになってきますもん。いや、我慢を我慢と思えへんな、うん、あ、はいはい、これな、うん、人生と一緒や。え、冬は人生と一緒。え、我慢を我慢と思えへんっていうことは、はい、これは貧乏しとってもな、はい、我慢を我慢と思わせる人いっぱいおるやん、うん、それと一緒やん、うん、冬は冬はそれ冬だけ、うん、だから我慢さえするやんか、はい、でもこれ我慢と思わへんやってくる、うん、慣れてくる、はいはいはい、な、俺それでええと思うねん、何もかも、はい、寒さには慣れる、慣れる、慣れです、ね、暑さは慣れ、暑さも慣れでいいんちゃうんすか、その場合は、うん、ないやんね、これ違うんすか、ちゃう、まだちゃうって。暑さは違うんだ。うん、暑さは慣れへんわ。冬寒いのはさ、うん、さな。慣れるって。慣れるか。我慢してるうちに。最悪ね、ガーってこう筋肉固めといたらちょっとマシになりますしね。一番ええ方法が知ってる。なんか一番ええ方法。あんが、息止めんねん。息止め。呼吸止めんねん。あ、それどうなの？ほんなら体温上がるねん。ああ。やってみ、寒い時にほんまな、はい、もうぬくなるねんから。あ、だからもう止めてまうんすね。で、頑張って止めんねん。ほんならギリギリの調整になるでさ。いや、でもほんまに体温上がるってやってみ。あ、そりゃ上がるやろうけどな。うん、いや、絶対それ正解やねん。はいはいはい、うん、俺やったこと何回もあんねん、寒い時、うんうんうん、ほんなら体温上がる、うん、冬の方がいいねんね。うん、で、夏はそういう方法ないもんな。そうか、息止めてもしんどいだけですもんね。当たりますもん、体温上がるし。行水したらいいよ。行水したら水まいて。いやいや、じゃあ普段街中で行水できへん。なかなかできない。今なんかいろいろいいもんがあるやん。タオル冷やしたりとか、首にバッて。あ、この扇風機とかな、うん、あるやん。あんないる。あ、いや、邪魔、結局邪魔なりな。こんなしゃべっとるやん、ほんからこうしな。あ、みんなこうやってるやつ必ず口開いとるから。開いてます、開いてます。あ、ほんとらされて歩いとんねん。なるほど。そんなせんでええやん。
で、あとなんかダウン着てるおっさんおるやんか、はい、冬で、はい、あ夏でも、夏でそこにあのファンついたやつ、ファンついた、はい、あれはもうね、こう膨らむやん、膨らむ、膨らむ、あれでもちょっと興味あるんですけどね、そう、はい、あれはええんちゃうかな、うん、そう、夏でもな、そんな着てる人おるんや、はい、で、パチンコ屋でこの間入ってきてん、うん、な、まあ、あの変身世界やから変なおっさんおるやんか、はい、ほんな冬でもダウン着てるおっさんおるやんか、違うねここにファンついたやつ、ああ、ああ、ちょっと涼しそうやで、涼しいと思うで、あれ、ええんかな、あれちょっと試したいですね、うん、こうだろ、何個ぐらいするんですかね。安いじゃん。安いですかね。うん、でもなんかちょっといつ近年っていうのもありますしね。うん。いやでもあれってなんか現場の作業の方とかな。でもそうですね。ね、はい、だって僕は現場行かないじゃないですか。そうだね。ずーっと外で仕事してる人はいるよね。うん、あ、おにぎり配る時も。あ。おにぎり食べるときっておにぎり食べるときっておにぎり食べるときっておにぎり食べたままあの街をでバーとかに持っていく、そうそうそう、あーなるほど、おいでって言ったら冷えるんちゃう、おにぎり、おにぎり、おにぎり冷やしちゃダメですからね、なるべく熱々で届けないっていうこっちも、はい、冷たいプロ意識持ってますんで、プロ意識はい、持ってますんで、なるべく早く言いたいっていうで、美味しいねんで、ここのおにぎり、あ、そうなんや、うん、有名、有名な、ないない、おにぎり海、美味しい、ちょいちょい取ってくださる、うん、でな、あのあれがうまいね、あの天むすがうまい、天むすね、うん、ほんで、あとついてるしば漬け、あ、しば漬け、そうや、あ、これあれどこで買ってるかとかね、どういうやつかを調査せんとあかんね、こんだけついてんね、あれに、これがむっちゃくちゃうまい、それは美味しいの、うん、全部美味しいんだけど、でこのしば漬け特に美味しい、へえ、こだわってんね、ほんで聞いてん、どこのしば漬け調べといて、だいぶ前に、はい、まだ答え出てない、ついつい忘れちゃうんですよ、わかる、現場に入ると僕プロ意識が出ちゃうついつい兄さん、兄さんの話も忘れちゃうんですよ、なるほどな、それぐらいプロ意識持ってると、はい、なんかもっちゃわかるよ